大倉照子魂のあえぎバツバツ新聞社の編集局長 A 氏は旧講爵藤原公正から招待状をもらった彼は次長を顧みて君これを読んでみたまえ特殊階級も大分生活が苦しいと見えて。 藤原公が家宝売り立てをやるそうだと白い角封筒を渡した次長は中身を引き出すと低い声で「背景吉華の公ますますご多少菓子立て祭り騒動」「ついては来る10月15日たくにおいていささか祖先陳重いたせし者当家としては 家宝とも称すべき品々な展覧に備えその説ご希望の品も総らはご入札賜りたく失礼ながらご指名申し上げし方々のみに限りご来がお待ち申し上げ騒々なお他年皆様方の間に疑問とされし藤原家の秘密も公開つかまつるべく騒々昭和22年10月1日 旧公爵藤原公正××新聞社編集局長殿と読み上げてからちょいと小首をかしげ「藤原家の秘密も公開つかまつるべく騒動」と繰り返し「親類一気くらいの狭い範囲ならともかく新聞社の人まで招いて発表しようとするその秘密というのは何だろう?」 彼も相当な売名家だけあって人を引きつけることはうまいなぁ秘密公開というこの文句が魅力だよこいつはちょっと行ってみたくなると笑いながらそばの部長に招待状を見せた A 氏はピースに火を点じながら君たちは知らないのかなあの君か失踪事件先代の藤原公には 君高という一人の息子があったそれがつまり藤原家の何代目かの跡継ぎだが11の時行方不明になったままで今日に至っているその当時評判だったのでねその頃僕はまだ駆け出しの記者だったが公爵家の内定を命ぜられ調査してみたが表面に現れていること以外には何もわからなかった跡継ぎがいなくなったというので 親族会議の結果南条男爵の三男坊の君政が養子に迎えられ間もなく桝平伯爵の姫君と結婚したつまり夫婦養子さ翌年には先代が亡くなり3年目に先代夫人が心臓麻痺で死んでいる不幸続きの講釈家もその後は至極無事で空襲にも免れたという話だ 折から昼休みで数人が集まっていたが中で小3の記者の一人が物知り顔に乗り出して「その君高って少年は非常な利口のでまれに見る美貌の持ち主だったそうですね」「もっともあのお母さんの子だから綺麗なのも当然だが僕は君高は見ないから知らないが母夫人の方は二度見ましたよ」「一度は乗馬クラブで」 飾り気のないさっぱりとした乗馬服を着てくり毛の馬に乗っているさっそうとした姿もう一度は肌のすいて見えるような薄い夜会服の上に毛皮の街灯を引っ掛けて自動車に乗ろうとしているところ実にゾッとするような皮膚人だったもが体が硬くなってしばらく見ほれたまま動けなかったのを覚えている世の中には こんな美しい女もあるものかとすっかり感心しちゃって美人の噂が出ると僕は決まって藤原夫人の名を言ったものだった夫人はどこから嫁に来たんだねそれがさいわゆる宇治なくして玉の輿に乗った人で日本橋あたりの古い役所屋の娘で女医学校を卒業し就職を求めにある医学博士を訪問している時 偶然そこへ乗り合わせていた仙台公爵が見初めて親類中の大反対を押し切って妻に迎えたんだそうだ役所屋の両親は娘の出世貴族と縁組するのは家の名誉だと有頂天になっていたし娘の方は映画なんかで見る外国の貴婦人の華やかな生活を連想して 古い習慣にとらわれている日本の貴族の生活というものを研究してもみなかった。だから結婚後の家庭生活はあんまり幸福でなかったらしい。彼女の亡くなった時お通夜に行ったものから聞いたが姑だの母をことにしたつまり娼福だなそういう古獣都が多数いる間に挟まって小さくなり 平民の娘平民の娘とさげすまれつづけて針のむしろにいるようなつらい思いをしていたというああいう社会でうじのないということがどんなに肩身が狭くまたどんなにいやしまれるかということを彼女は全く知らなかったんだね不幸な人だなあ美人はくめいという言葉がぴったりくるね。 唯一の希望である我が子は行方不明になるその心痛から病弱になり生きていく力を失ったといって床につく日が多かったというからそのころから心臓の方も悪くなっていたんだろう突然まひを起こしてあっけなく死んでしまったのが君たかの三回忌を行った夜だったというのが何かの因縁だとでも言うんじゃないかな とにかく局長ぜひ出席して話を聞いてきてくださいよ一同は秘密公開という点に興味を持っているらしかった二。2. 藤原家の売り立ての日は朝から小雨が降ってうすら寒い日であった応接室をはじめ各部屋の襖は全部取り除かれ 大玄関の式隊にはモーニングを着た家父と執事が並んで来客を迎えていた天気の悪いにもかかわらず徒歩で来る者自動車で馳せ参じる者招待状を受付に差し出して奥の大広間に案内されていく人たちの中には東北から来たの関西からわざわざ上京したのという者も,も少なくなかった客は廊下にまであふれて帝国には 文字通り奥の大広間は立水の余地もないありさまだった遅れてきた編集局長は人々の間を縫うようにしてやっと入ったそこは藤原家の仏事を行う部屋でぐるりの壁には当代の当主と霊婦人との油絵の肖像画が掲げてあった君政公の思いつきであろうその時代の当主の使用した物品を それぞれぞの前に並べてあった。先代公爵と夫人の前には大きな根観音が安置され螺鈿蒔絵の京机の上には政治の香炉を乗せて鎮魂をたき細々と立ち上る煙は辺りの空気を正常なものに感じさせていたそのそばには高蒔絵の水し町外入りの書棚梨路縄文チラシの文机等が きわめて,ていさいよくおきつけであったどれを見ても欲しいものばかり講釈が特に指名した人に限るとしたのは商売人の立ち入るのを防ぐためだったろうと一同はうなずいた「あらまあなんて大きな観音様でしょう」とびっくりしたような甲高い声がしたそれは23人の貴婦人連であった。 お立派な観音様。これはね、先代様がシャム国へご派遣になった時有名なワットサーケイという寺院のご住職様からご配慮になったものですよ。あんまり大きいので平城は筆井信託の地下2階の宝物庫にお預けになっていたのを特にこの度お取り寄せになったんです。と同族の公爵夫人が言った。こののお堂の中で、 お昼寝くらいできそうでですわ。でも中はガランドではないでしょう。金だか銀だかどうだか知らないけれどいずれ無くでしょうから金や銀なら今頃まで残っていませんよ供出させられますから <laughs> 誰でも一度はこのカ観音に目を留めるらしく婦人連が次のまえ去ってしまうとドカドカと四五人の紳士連が周囲を取り巻いていた。 頃合いを見て、皆様どうぞご入札をお願いいたしますと執事が大きな声を張り上げた入札せよと言われても素人ばかりなので価格がわからない金額の書きようがないという人が多かったそれでも大騒ぎしてどうやら入札が終わった「そちャを差し上げますからご一同様方」 どうぞ、こちらへと来客を食堂へ案内した各自の前に紅茶と菓子が運ばれた時改めて藤原公正が羽織袴ばかまで姿を見せた彼は異議を正して一通りの挨拶を済ませると招待状にもちょっと申し上げておきましたように今日は当家の秘密を皆様にお話申し上げたいと思います 前置きしてすでにご承知のことでしょうが話の順序として一応申し上げます私ども夫婦は竹から養子に参ったもの当家は君高が継ぐはずでありましたが不幸にも11歳で行方不明になり彼の生死もわからないままで十数年過ぎてしまいました当時皆様方の間では昔風に神隠しだろうとか 人さらいの手に渡って奴隷にでもなっているだろうとか主樹の取り沙汰をされていたのですが結局分からずじまいで今日に至りましたそれがやっと分かったのですそのご報告が一つと君政は言葉を絶ってそこに集まっている人々の顔を一わたり見回した来客は固唾をのんで聞いていたが 君の消息が分かったと聞いて急にざわついた君政はこう次もう一つは先代夫人すなわち君高の母君の死について申し上げたい夫人は心臓麻痺で亡くなったのではなく実は君高の三回忌の報じを行って後自殺されたのです低いため息が。 あちこちここに聞こえた。私はどうかして自殺の原因を知りたいと思い遺書を探しましたしかし発見されませんでしたよくよく整理して死なれたものと見え文字を書いた一辺の紙切れすらなかったのですところが偶然この売りたてを致そうとしたおかげでこの2つの謎が解けたのです 藤原家所有のこれらの品物が他人様の手に渡ってしまってはもう再び夫人の衣装を探すよすがもないと私は考え念のためもう一度全力を挙げて探すことを思い立ち長い間かかって厳密に調べたのですすると夫人の愛用していたこの文机の引き出しの奥に秘密の扉つまり隠し場所のあるのを発見したのです その扉を開くのがまた非常な困難でありましたがついに目的を達しましたそしてそこに一連の遺書が入っているのを見たのですそれによって初めて夫人の死の原因を知ることを得ましたここにあるこれがすなわち遺書でございます紫ちりめんのふくさに包んだ分厚な封筒を 君正は高く捧げて一同に見せたさて私はこれからこの遺書を読み上げますからお聞きくださるように願います三、私は二十四の年に藤原家の人になってから十四年になります夢を抱いて妻となった私 世間知らずの私は楽しい娘時代から一足飛びに現実の苦悶の世界に入ったのです結婚後数日にして私はすでに後悔していましたこの結婚に不賛成だった藤原家の人々は私の落ち度を見つけてそれを口実に夫との間を裂き何とかして別れさせようと あることないこといろいろと夫へ残訴したので二人の間にひびが入りそれがいつか大きな溝になって面白くない日を送るようになり私の地位も次第に足元から崩れかけてきたその翌年君かを産みました家柄のないことはこういう社会の人の目には一つの罪悪のようにでも映るのでしょうか 平民なんかに教育されてはどんなものになるかわからないというので君高は生まれるとすぐ私から引き離され祖父母の溺愛の中でわがままいっぱいに6つまで育てられ戻った時は手のつけられないやんちゃになっていましたしかし機嫌の良い時は実に助才のないとんちのある気の利いた子でした小学校へ入るとすぐ9丁になり 明朗で頭が鋭いと先生も褒めてくださる利口だ美しい子だと親類中の褒め物になりそのために私への風当たりがすっかり違ってきたのはありがたいことでした人様から言われなくともこう見ることは親が一番知っています私はひそかに同族間を見回しましたが 君高の右へ出る男の子は一人もありません私は得意でした先段は双葉より香ばしいといいますが本当に君高は輝いていて生まれながらにして人の蝶となる品格を備えています彼のおかげで平民の娘の価値も上がり危うく見えた私の地位もだんだん揺るがぬものになっていきましたある日 私がお湯殿から衣装部屋へ入ろうとする入れ違いに小さいものの影がお縁側の方へ走るのを見ました君高でしたどうして母の衣装部屋へ入っていたのか何心なく見るとずらりと並べてあるタンスの一つの引き出しが開いていて腕時計のケースがありませんそれはダイヤ入りで一番大切にしているもの 私はなんということなしに胸をつかれました黒塗りの小物入れにも触れたらしく小さい手形がついている泥に汚れた手で引き出しを開けたのでしょう帯留めの金具いがかき回してあるこの小さい手形は君高に違いないいたずらもこうなると念が入りすぎているので放っておけずそれかといって 家人の思惑もあるので人に知れないように土蔵前へ連れていきよく聞いてみると君たかはいつか近所のおばさんたちおかみさんたちと仲よくなっていてその人たちにそそのかされ大分私の持ち物を引き出していることが分かりました無断で人のものを持ち出すのは泥棒と同じことだとよく結論しました彼はしょげかえって、 涙をこぼしながら首を垂れていました。こんな幼いものをおだてて貴重品を巻き上げるなんて罪悪だと私は憤慨し、おばさんたちというのが憎くなり、君たかがかわいそうでなりませんでした。罪は彼女らにある。彼には何の罪があろう。今後のこともあるので、ひそかにおばさんの一人を訪ね、 罪のない子を罪に落とすようなことになるから、もし欲しいものがあるなら何でもあげますから、これからは直接私に交渉してくれと頼むと、彼女は非常に立腹し、とんでもないことをおっしゃる。若さまから頼まれるのでお断りもできず、仕方がなしに必要もないのに買ってあげているのに、文句をつけるとは何事だ。ご対価と思って遠慮していればつけあがって。 とさかねじですだましたのがばれたので恥ずかしいからあんな虚勢を張るのだあさましい女とこっちは下げすんで帰りましたそれは君かが8歳の時のことですその年の秋外務省からシャム国へ派遣される夫について私も行きました帰ってみると半年ばかり離れていた間に 君かはすっかり変わって妙によそよそしい態度をするのですちょうど庭の辺りで友達と遊んでいるのを見たのでお菓子を持っていきましたが2人は夢中で話していて私の近づくのも気がつかない聞くともなしに話を聞くと自分の息子をほったらかして今頃新婚旅行でもあるまいさあのべらぼうに大きなネかんのんの背中には うん身上げ物を隠しているそうだ。新宅へ持ち込まないうちに取ってやれ。鼻を明かしてやろうじゃないか。ひと泡吹くぜ。憎い口を聞いているのです。鍵をどうして開けるのと友達が聞く。わけなしさ。針金一本でどんな厳重なやつでも開けてみせてやら。と威張っている。 私はあきれてあとの言葉を聞くのが嫌でしたきびすを返そうとするとその足音に気がついて二人はこっちを見ましたが「チェうわさの主のご来臨だぞ」と低い声で「うんとおだててうれしがらせてやれよ」友達はあどけない顔をして私のそばにまいり「僕おばさまを」 ババツバツ偶妃殿下のお忍びかと間違えちゃったというのです。バツ×××偶バツ妃殿下は有名なお美しいお方であらせられましょう。君たかは私がどんな顔をするかとじーっと盗み見ているのです。そのころ女中部屋で品品と物が紛失する。 衣類をはじめ毎月ためていた給料をそっくり盗まれたとうとうの訴えに執事の注意で一人の小間使いに暇をやりましたが私はもしや君高の仕業ではないかと胸を痛めていると今度は学校から電話ですあまりに欠席が続くからとの注意投稿していることとばかり思っていたのにどうしたのでしょう よく調べますと悪友に誘われて途中から外れるらしいのでその母君に私からお頼みに行きますと意外にも先方では君高に誘われるので大ごまりだとのこと私は情けなくなりましたしかしその友達だって何を言ってるのかわかりません君高は私に嘘を言う子ではありませんから 誰が何と言おうと私は彼の味方です。母だけはどんなことを人が言おうと君たかの方を信じてやります。彼は決して自分から悪いことをするような子ではない。が、意志が少し弱いので他人の誘惑に勝てないのです。それがかわいそうで小言を言う気にもなれません。そうしたことの続いたある日私は君たかの部屋で、 思いがけないたくさんの物品を見たのですダイヤの指輪女の腕時計ロザしの髪入れその中にはかなりの大金が入っていた私はカーッとなって目がクラクラとしましたハンドバッグが2個一つはワニ革一つはえなめる開けてみると 立派なコンパクトやらクリーム入れやら女の持つものがぎっしり詰まっている私はガタガタ震えてどうにも震えが止まりませんどこからこれだけのものを運んできたのでしょうむろん買うだけの金は与えてありませんするとああどうしたらいいのでしょう私の頭の中は混乱してしまいました そっとおしそうになります。君かの将来にかけた期待が大きかっただけに失望はさらに大きかったのです今となってみると近所のおばさんの言葉も本当だったのでしょう女中部屋の盗難も友達を誘惑して学校をサボったのもみんな彼がやったことに違いない 私は悲しみのどん底にうめきながら、部屋の中をのだ打ち回りました。私の血はどんどんと頭へ逆流して、ものの判断もつかないようになりました。もしそこに君たかがいたなら、私は彼に飛びかかって、首を締めつけたでしょう。私は両手で顔を覆うて、突っ伏して泣きました。長い間、泣き続けました。 この恐ろしい打撃にもう立ち上がる気力もなかったのです。なぜ私がこんなに絶望したか、それには理由があるのです。実は私に一人の弟がいました。それはおそらく世間では知らないでしょう。生まれるとすぐ竹の席に入ったのですから。その弟が君高のようにさはじけた 頭のいいい美しい少年でしたが、年頃になると不良仲間に入り「はやぶさの正という名まで付けられその上手癖が悪く箸にも棒にもかからなかったが喧嘩で大けがをしたのが原因で死にましたその時悲しむはずの肉親たちはほっと安心し最初で最後の親孝行だと 父は喜びました。不良性は私の血統にあるらしく兄の父私の叔父も大変わり者だったと申しますそれが頭にあるので私は一途に逆上してしまったのですまだ年少のことだから教育次第で全道に導くこともできようとおっしゃるかもしれないが それは私へのお世辞あるいは同情の言葉です君かはもう魔人間に立ち返るとはいくら母の欲目でも思われませんあまりにも巧妙すぎる先天的の不良だからです日頃咲げすんでいる平民の娘の産んだ子が不良で頭壁があるしかもそれは血統だとあっては 私の救われる道はありません。君高のおかげで築きかけた地位はたちまち崩れ、私は奈落の底に突き落とされてしまうのでしょう。そればかりでなく、大切な大切な藤原家の決闘に不良の血を残したと、それこそ多数の人に憤りを浴びなければならないでしょう。それはともかく、こういう少年が成長したところで、 ろくなななものになるはずはずい。家名を汚し、親の名を恥かしめ、社会に害毒を流して他人に迷惑をかける。また、彼自身の将来も暗淡たるものでしょう。私は全てに希望を失いました。希望を失ったものの取るべき道、ああ、それは言わずと知れています。 私は君かを本当に愛しています。愛していればこそ、彼を私の手で始末してやろう。彼を殺して私も死のうと決心したのです。私は気が狂ったのでしょうか。何事にもこぎような君かは、小鳥を飼いならすのが上手でした。 ちょうどおそまきのはしかを患ってそれが治ったばかりの時でした屋上庭園で文鳥を話して遊びたいと言って聞きませんその日は偶然みんな外出して家の中には私と彼と2人だけでしたこんないい機会がまたとあろうかと誰かささやくような気がしたのです辺りを見たが誰もいません チャンスを逃すな、とまた私は自分の耳を両手で覆いました君かは屋上で文鳥を話し空を仰いで手をたたき口笛を吹いて呼んでいたがやみ上がりのところへ強い日光を浴びたのでめまいがしてよろめき庭園の棚につかまったのを私はいきなり突き落とそうとしたのです 彼は落ととされまいと必死に棚に棚しがみつく。私は夢中になってその手を振りほどくと彼は死に物狂いで私の髪の毛をつかみました黒髪はほどけて君高の手に蛇のように絡みついた私は頭を後ろへ引きざまどんと胸をついたあっと一声叫んで彼は墜落しました 実に一瞬間の出来事です。私は夢見ているようにポカンとしてただ息を切ってあえいでいましたが急にはっと我に返るとはやてのように庭へ駆け下りましたしかし後頭部をしたたかうった彼はすでに息を引き取っておりました自分で殺しておきながら なんというう。でしょう私は君かを抱いて私の今へ連れて行き夢中で人工呼吸を行ったのですがもうだめでしたすると急に犯した罪が恐ろしくなって震え上がりました殺人まあ何という大それたことをしたのでしょう君かがいくら悪いと言っても まだやっと11になったばかり、それをむざむざと取り返しのつかぬことをしてしまいました。私は死体を抱き上げ、声を上げて泣きました。今にも物を言いそうなかわいい顔をしています。私は頬ずりしながらじっと眺め、せめてこの美しさだけでも永久に残してやりたい。 と思ったのです私は女医でしたし学校を卒業して家庭の人となってからもいろいろ研究していたことがあるので早速それを応用してみようと大急ぎである薬品を調剤し彼の股間静脈に小さいポンプで2 0 0 0グラムもの液を注射したのですそれは死体の腐敗を完全に防ぐものなのです そうしておいてから初めて死体を隠す場所を考えたのですがどこにもありませんさんざん悩んだあげくふと思いついたのは信託の地下2階に保管を頼んである寝観音でしたあれの背中に収めてやりましょういい思いつきではありませんか生前は悪魔の心を持った少年 死んで物心になるとはありがたいこと私は涙が出るほど嬉しくなりこの明暗に感心してしまいました私は衣類の入れ替えと称して茶箱の中に彼を入れ自動車で運びました大きい荷物の出し入れは毎度のことなので信託の人々にも怪しまれず始末ができました観音の画廊堂の背部に彼を寝かせ そのぐるりの隅々にまで隙間なくぎっしりとアドソールを詰め込み密閉して鍵をかけなお目張りまで施して外部からの空気の侵入を防ぎこれでよしと見定め安心して帰宅したのです私は君かの死体を人工ミイラに作り上げるつもりだったのです自然のミイラのごとき汚らしいものでなく 彼の美しさを永久に保存すす。る人工ミイラです実は私自身死んだらそれを行ってもらいたい願いで多年研究していたものですさて君高の死体も現れず去ればといって生きている証拠もないので行方不明ということになりましたが彼が発見されるまでは失踪の日を命日とすることに定めたのです 三年目、正月、命日、すなわちこの衣装を認める前日、私は新宅へ参り、寝ノ音を開いてみました。私の製造した人工ミイラ、ああ、それは見事に成功していました。いけるがごとき彼の美しい顔は、整然と少しも変わりません。 私は感激の涙を流しながら新しいアドソウルと古いのとを入れ替え元のとおりに封じて帰りました。君かは仏の中に生きています永久にそれを見届けてから私は自分の罪に服すそれは最初からの覚悟でございました。 藤原,君政,様藤原さえ子君政は遺書を読み終わるとおもむろに席を立って「実はこれから皆様とご一緒に観音の廃部を開けようと思うのです私どもはまだ何も手をつけておりません」ではどうぞ。 彼を先頭にして客はぞろぞろとついていったまるで墓を暴きでもするような気持ちだったので多少の好奇心はあるものの誰一人口を利くものはなくただ足音のみ長い廊下を続いていたやがて君政の指図で家父と執事はネカンノンの後ろへ回って封を切り鍵を開けた。 二人が背部へ手をかけようとした時ちょっと待てと君正は制し一同に向かって「皆様ずっと近寄ってください。ただいま観音を開けますから」と言ってから両人に合図の目を向けた緊張した顔を並べて一同固唾を飲んだ 重苦しい空気が室内に充満したガチャリ背部はパッと開かれたあらまあとあきれたというような声がしたいやこれは君政はぼう然として顔が蒼白になったなんだ 人形じゃないか。見事な人工ミイラを想像していた人々の前に現れたのは世にも可愛らしい水平服を着た男の子の人形であった君政は事の意外に面食らって弁解の言葉もなく途方に暮れている時ふと人形の胸に抱いている第二の遺書らしきものを見た彼は救われた。 ほっと皆様ここに別な遺書がありましたさあこれを読んでみましょうさっと封を切った人工ミイラを作りたいと思ったのですが悲しいことに女一人の手ではどうにも処置ができませんそれでやむなく諦めてこの屋敷内の雑木林 そこは蛇が出るので歌人の近寄らないところですの先段の木のもとに穴を掘って埋めてやりました今頃はもう醜い白骨になっているでしょう美しい人工ミイラにできなかったことは返す返すも遺憾ですそれでせめてもの心やりに懇意な人形師に頼み君かの似顔を作らせ それを時折長めに信託に参りわずかに慰めていたのです藤原公正様藤原さえ子公正の命によって直ちに雑木林の先段の根元が掘り返されまもなく君高らしい少年の白骨が現れたと執事によって 報告されたのだった。